こんにちは。はい。では本日ですね、菊池コーヒー代表されていらっしゃいます、菊池康介さんにインタビューをお願いしたいと思います。ではどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。はい。では、早速ですね、質問に移らせていただくんですけれども、はい。菊池さんのですね、どんな夢ビジョンをお持ちですかっていうのをぜひ聞かせてください。はい。その菊池コーヒーのやってる中とかで、やってる中でも、僕の人生の中でも、すごく大事にしているものっていうのが、人生を丁寧に生きるっていうところを、大事にしています。で、本当にそれは結構、そうですね、小さい頃からずっとそういうふうになんか生きたらいいなっていうのはずっと思っていて、今後もそういうふうに生きていきたいなっていうのはずっと考えています。人生そんをな、丁寧こんなに。ざっくりな、あれで申し訳ないですけど。いえいえ、とんでもないです。なんか、コーヒーを通じて人生を丁寧にっていうようなことをなんか発信されていらっしゃるのかなっていうふうにですね、お声かけさせていただいたときに感じたんですけれども、はい、なんかその人生を丁寧にっていうところのメッセージ性といいますか、なんか、こう、コーヒーをその飲んでくださる方にとって、なんかどういうような、なんか人生の変化のきっかけとかみたいになってったらいいな、みたいなイメージとかありますか？そうですね。一応コーヒーを通じてっていうところは言ってはいるんですけど、僕は正直別にコーヒーじゃなくてもいいかなっていうのはずっと思っていて、僕にとってそれがコーヒーだったっていうところなんですけど、別にコーヒーじゃなくても。で、じゃあコーヒーを通して何を届けたいのかとか、何を通じ、ね、あの、伝えたいのかって思っているのは、やっぱりその、僕はそのコーヒーを飲む時間とか空間がすごく好きだったんですよ、昔から。で、なんとなく、深夜にのんびり飲むコーヒーでも、友達とおしゃべりしながら飲むコーヒーでもいいんですけれども、その時に自分の人生というか、自分のその、人生の余白みたいなところをすごく楽しめるような気がしていて、だから自分って何を大事にしてるんだろうなとか、何かワクワクするようなこととか、そういうことに目を向ける時間っていうところが僕はすごく大事だなと思っていて、そういう時間を大切にしていきたいっていうところが僕にはあって、なのでそういう人生を丁寧に生きるっていうのは、自分の人生を改めて見つめ直したりとか、どういうふうに生きていくのかっていうところとかを考えてもらえるような、そういう時間を提供したいなっていうところから始めています。はありがとうございます。そうですね、すご今い。本当に変化の激しいような時代の時なので、ふとなんかこうですね、自分の人生のですとか、なんかちょっとしたゆとり持った時間のでですね、なんか心が安らいだりとかする時間とかっていうのはとても大切だなと思いますよね。いや、ちょっと真面目にちゃんと受け答えしようとするとうまく喋れないんで、ちょっと、フランクとんでに。もないです。ね、本当にすごい今ガチガチになってたじゃないですか、完全に。いや、普段慣れてないんで、もうちょっとこんくらいのテンションでやっぱ喋った方が楽なので、ちょっとすいありがとうません。キャごラざい変ます。します。たまにちょっと突っ込んじゃうかもしれえ、ませんが。どうぞ、改めまして、こんにちは、ってことで。ありがしとうごかも、名ざい乗まることさえも忘れてたのす。で、ありがとうごめざちゃいくます。ちゃ緊張したんで、こんなテンションで、残りはできたらいいなと考えました。ありがとうございます。はい。ですね。じゃあ、ちょっと次の質問に行きたいなと思うんですけよどろしくおも。願いします。はい。次はですね、はい。その夢ビジョンといいますか、お持ちの、はい、決断なんですけども、どんな目標とか計画とか、なんか立てていらっしゃるのとかありますか？まあ、例えば1年後こうなってたらいいなとか、まあ、そういうのでもいいんですけど。はい。その夢とか目標とかっていうのは、正直なそういう具体的なものは全然なくて、どちらかというともう僕が最初に見た夢、目標っていうのはもう死ぬ時だったんですよ。で、死ぬ時に、
ああ、めちゃくちゃ楽しかったなとか、ああ、いい人生だったなって思えれば、それがもう最高だなってずっと考えていって、じゃあそういう時に、どういう死に方がいいだろうなと思った時に、まあ、例えば家族がいたりとか、まあ、孫とかがいたりとかして、いや、なんか、いや、じいちゃん死なないでよ、みたいな、そんな感じで言われたりとか、あとなんかこう、いや、じいちゃん昔なこういうことやってたんだぜ、みたいなことで死んでいけたらすごくかっこいいなと僕は思ったんですよ。で、じゃあそういうために生きれる、そういうふうに死ぬためには、今どうやって生きればいいんだろうかっていうところをすごく考えていて、こう、共通しているのが、あ、結局自分が楽しかったなって思えることを常に続けていくっていうことが、本当にそういう死に方につながるんだろうなって考えていて、なので今やっているこのコーヒーもそうですし、まあ、仕事であったりとか、まあ、日常の生き方っていうところも、なんていうか、やっぱ楽しいことだけをやっぱやり続けるっていう、そういう意地みたいなところがやっぱりあって、なんかそういうふうにずっと今もやっているっていうところですね。その、はい、死に方を、理想の死に方を目指して生きるってところですかね。んな感じで、まあそれをひっくるめてこう人生を丁寧に生きるってことなんだろうなっていうふうに考えているっていう感じですかね。ありがとうございます。はい。ですね、死ぬ時のことのとかっていうのを通してですね、どういうやっぱ死に方とかいうところを考えることで生き方みたいなところが自然と考え出してきたって感じなんですかね。そうですね。本当に、なんか、逆説的ですけど、うん、満足いく死に方っていうのがあると、やっぱ人はそういうふうに、こう、生きていけるんじゃないかな、みたいな。そんなことを、ふわっと高校生ぐらいですかね、多分。はっきりと思ったのは高校生ぐらいなんですけど、その時からそういうふうに生きようって決めて、今に至るっていう感じですかね。ありがとうございます。はい。ではですね、また次の質問に行きたいと思うんですけど、じゃあですね、まあ、そのですね、先ほどお話していただいた、まあ、目標といいますか、なんかこう、死に方みたいなところに向けてですね、に対して、まあ、現在はどのような活動指針を持って、なんか、何を大事にされていて、どんな活動をしてますかっていうのをぜひ、もう少し聞かせはい。ていただけたらと思います。そうですね。さっきお伝えしたことと、まあ、重なる部分もあるんですが、やっぱり楽しいなとかワクワクするなっていうところを目指していきたいっていうところが一つ必ずあって、なので結構今まで自分の人生を振り返ってやってきたことを見ると、やっぱりすごくこう、難しいというか面白そうっていう道を選んできたなっていう感覚があって、例えばそれが、そうですね、大学院に行こう、で、就職っていう手もある中で、やっぱり院に行こうって院に行って、で、院を修了するときに、ま、就職しようかな、まあ、企業さんから内定いただいたりとかって中で、いやいやいや、JICA、青年海外協力隊に行ってたんですが、そっちに行こう、みたいなところとか、やっぱこうパッと周りを見たときに、院生とかになるともう周りは、大学の同期とかは、まあ当たり前に社会人になってる中で、よし就職を蹴って、海外に2年間発展途上国に住もうとか、そういう決断をしたときは、やっぱり、なんていうか、現実性とか、なんていうかな、確実性というよりかは、面白さ、みたいなところ。で、やっぱ死ぬときに、いや、じいちゃんはな、昔な、ここのこの国に住んでてな、とか、やっぱ言いたいな、みたいな。そういうところがすごくあったので、そういうことを常に、軸として考えていて、そうですね。そういうことをこう常に念頭に置いていて、それこそ、協力隊が終わって帰ってきてからも、まだまだ見たいものがあるなとか、まだまだ知りたいことがあるっていうことを大事にしていたので、もう一度中南米に戻って、こう、ふらふらと旅をして、コーヒー農園さんに取材に行かせていただいたりとか、本当に1日1ドルで暮らすような、昔映画の舞台にもなったような、ドキュメンタリーの舞台にもなってたような村とかに直接行ってみたりとかして、どういう暮らししてんのみたいな話をしたりとか。なんかそういうところ
もすごく僕の人生の中で楽しかったことだったなっていうのはやっぱ思うし、帰国して、さあ、本当にそろそろ、その当時は24の26、27とかの時ですよ。27とかに帰ってきて、はい、もう周りが本当に子供を産んでとか、家を買ってとか、それなりに昇進してっていう中で、あれ何しようかなと思った時に、もしコーヒーでもやろうみたいなところもあって、で、そのきっかけは、やっぱり面白そうだったっていうところもあって、で自分がコーヒー農園をこう歩いていたときに、やっぱいろんな人がいろんな苦しい状況にいるなとか、いろんな大変な状況とか、僕が知らなかったこととかがすごくたくさん当たり前にあって、それをこうもう少しつなげていきたいなっていう気持ちがあるのと、まあ、当時コロナの第1回目の、緊急事態宣言が出ていた頃だったので、自粛でこういろんなストレス、家庭とかいろんな問題がこう社会こう蔓延していたときに、まあそうやって苦しんでる方々の少しでもこう落ち着けて人生を改めてこう問い直せる時間があったらいいんじゃないかってなったときに、ああじゃあそのコーヒーをそういう発展途上国の方から買わせていただいて、でそのコーヒー豆を家の中にいるしかないで家の中でこう心も安らぐことがないっていう方々に、まあ、届けて、で、そのいただいたお金を頑張ってる国境なき医師団の方とか、まあ、お医者さんの方々にこう寄付をしようとか、そういうふうななんかクラウドファンディングを立ち上げたりとかもしてたんですが、まあ、そういうのも総じて、なんていうか、面白そうだなっていうのをこうベースとして全部動いてきているっていう感じ。多分この先もずっと、そういう声を聞きながら自分のなんか面白そうだねっていう声を大事に生きていくんじゃないかなっていうふうに考えています。はい、めちゃくちゃ喋りましたから。はい、いえいえ、ありがとうございます。たくさん話していただいて。はい。ね、でもなんかこう、面白さとか楽しいのとかいうところのですね、感覚感性を持ちながら、でもなんかどういうやっぱ、死に方のがっていうところがなんか常に立って選択されていらっしゃってるのかなっていうふうに思いましたね。はい、ありがとうございます。はい。ではですね、次の質問に行きたいんですけども、はい。まあちょっとお話いただいた中にも含まれているのがちょっとあったかもしれないんですが、はい。まあ、今のですね、まあ、活動したりですとか、夢、ビジョンを持つようになったきっかけは何でしたかっていうところで、はい。まあ、そこにはどのような発見や出会いとかがあったんでしょうかっていうのを、はい、聞かせてください。なんかコロナがきっかけとかね、そういったのもあるのかもわからないですけど、はい。ああ、もう本当の元の元のきっかけはやっぱ幼少時代にはあって、はい。もうちょっとこの話すごく長くなるんで、キュッとまとめると。いえいえ、なんかまあ最後の質問とかもつながるかもしれませんね。なんかそのきっかけを持つようになったのが、最後が、そうですね、はい。さらになんか、幼少期からどういう人生を歩んできたりとかっていうのがあったから、今につながってるのかみたいなとこなので、はい。なんか、わかりました。なんかそのまんま、こう、はいはい、トータル含めて自由に話していただいても大丈夫です。話しやすいところで。じゃあ、トータルで多分話そうかなと思うんですが、はい、まあ、きっかけとか、その背景っていうところ、まあ、僕がこういうふうに生きようと思った背景はどこにあるのかって話ですが、はい、まあ、本当に幼少期の話なんですけれど、僕はその、小学校2年生ぐらいのタイミングで、小学校辞めちゃったんですよ。辞めちゃったっていうか、もういくら辞めちゃって、もう丸々小学校は行ってないに等しいような、幼少時代を過ごしてましたね。だからもう6歳の終わり、7歳ぐらいからもう学校に行ってなかったので、で、じゃあ何をしてたかっていうと、まあ、お家に引きこもって本を読むとか、まあ、今でいう引きこもりのなんか走りみたいなことをずっとやってたんですけど、で、まあ、いわゆるそういう不登校少年だった僕は、やっぱり思うこと、考える時間っていうのものすごくあって、で、まあ、家族がみんなこう、
仕事とか働きに出て家の中にずっと一人みたいな、そういう状況が続くと、まあ、やることって言ったら考えることぐらいしかないんですかね。考えるか本読むかぐらいの。で、そういう時代をずっと過ごしていって、なんかこうシーンとなった真っ昼間に一人でいて、あ、なんで生きてんだろうな、みたいな。ちょっとどちらかというとマイナスなスイッチではあるんですけど、なんかずっと考えていて。で、まああと本を読むのが好きだったので、まあ本読んでたりとか。してなんかこう自分の人生の意味みたいなことをずっと考えてた時期があったんですね。でその時にまあ、結構衝撃的だったのが、まあ、学校に行ってませんよっていうだけで、もう周りからなんていうかネガティブなイメージを持たれてしまうっていうのがやっぱりあって、例えば学校に行くとすごく褒められる。でも学校に行かないとダメだって言われるとか、家で本を読むのは許されないけど、学校で教科書を読むのは認められている。そういうところがすごく僕らが矛盾を感じていて、あ、世の中にある勉強っていうものは学校の中でしか成り立ってないんだなっていう、そういう認識が世界にはあって、家の中で図鑑を読もうとか、ちょっと両勉強しようとか、本を読もうっていうのは、いわゆる勉強ではないんだ。なった時にすごく僕はその中にこう違和感みたいなのを感じていて、なった時にじゃあ人の価値みたいなものってどこで決まるんだろうなってずっと考えてたんですよね。で学校に行くやつが偉いとか行かないやつはダメだって、そういう考え方も分かんなかったし、なんかそれが最初のきっかけで、どうして人は生きるんだろうなみたいな、どういう生き方がいいのかって誰が決めんだよみたいなところがずっとあって、僕はちゃんと生きてるつもりだったし、そういう本を読んだりとか勉強してるつもりだったけれど、それは認められないみたいな、なった時にやっぱりじゃあどういう生き方が大事というか良い生き方なんだろうなっていうことをやっぱずーっとその時から考えるようになって、でそれが本当に全てのきっかけだったかなと思っていて、なので今もずっとどういう生き方がいいのかとか、どういうなんだろうな、まあ、人生の過ごし方っていうのが良いとされているのかっていうところがずっと僕の中で引っかかっていて、まあその教育で言うとやっぱりそれ、じゃあどういう教育がいいのかみたいなところを考え、大学院まで行こうとか、それでも答えが出なかったから、海外の方に行って、教育職員として派遣されてたんですが、海外の教育から見てみようとか、今は教育関係のところで就職もしていますが、そういうところでこう仕事として教育を見てみようとか、いろんな形でこう何かを考え続けるっていう癖みたいなものがやっぱ当時ついたんじゃないかなと思っていて、なのでまあやっぱ最終的にはその人生を丁寧に生きるっていうのを最初にお伝えしたように、どういう生き方がいいのかで、どういう生き方で自分は満足できるのかっていう、それがこう社会とか世間が決めた良い悪いとかではなくて、自分が自分の生き方を良いとか悪いとか悪い、まあ、良いって思えるような生き方を生きることがすごく大事なんだろうなっていうふうに考えるようになって、それがもう一言で人生を丁寧に生きるってことなんじゃないのかなっていうようなふうにこう僕の中で着地したっていうのが幼少期から続く、まあ今もなおやっぱりその答えみたいなのももちろん見つかってはなくて、そういうことを探していく、そういうことで向き合っていくってことがもうすでに丁寧に生きていることなんじゃないのかなってことを考えているという感じですね。ありがとうございます。すごい、はい、なんかそうですね、いや感動しました。いや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 、なんかそのコーヒーのとかも私も飲みますけど、そのですね、ほっとするようななんかブレイクタイムというか、なんか忙しさの喧騒の中のでふっと一息つくみたいなのとかあったりとかしますけど、そこにこう裏付けされるなんか今につながっての、まあ、菊池さんの幼少期からのこういうのがあって今に続いてるんだなっていうのとかすると、いや深いなと。いやいやいや感じましたので、なんか一番最初にガチこのインタビュー始まってすごいガチガチだった時に伝えたことですごくこう語弊があるなと思ったところがあって、ちょっとそこだけ訂正したいんですけど、はい、僕コーヒーじゃなくてもいいみたいな話も多分したかと思うんですけど、はい、なんかそれはどういうことかっていうと、もうちょっとシンプルに言うと、僕は別にそれこそコーヒー屋さんみたいなことをやっ
でコーヒーを、まあ、売ったりはして、そういう思いで届けてますよってのはあるんですけど、別に僕はそれがちゃんとハンドドリップして、豆を挽いてハンドドリップしたっていうものじゃなくても、別にコンビニの100円のコーヒーでも十分僕はいいと思いますし、自販機に130円ぐらいでガチャンと落ちてくるような缶コーヒーでも全然僕はいいと思っていて、まあ、それってとはあれ過程というかきっかけに過ぎないなって言って、なんか家で確かにハンドドリップで飲むコーヒーも美味しいかもしれないですけど、僕はやっぱり人生を振り返った時に、なんか友達と夜11時12時とかワイ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 遊んで帰って、なんかちょっとコーヒーでも飲んで帰ろうぜ、で深夜のなんかコンビニの駐車場でコーヒー飲みながら、いや将来さーみたいな、そういう話をするみたいな、そういう空間が僕にとってとても価値があったなと思っていて、なのでそれは別にコーヒーじゃなくてワンカップ酒でもなんか牛乳でも何でもいいんですよ。でもきっかけは何にせよそういう今こう思い出しても心が少し温かくなるような、そういう時間が僕はすごく人生に必要なんじゃないかと思っていて、なのでそれはきっかけに過ぎないので別にコーヒーじゃなくてもいいし、それが漫画でもアニメでも何でもいいんですけど、お酒ではねもちろん良くて、なんかそういう時間っていうものをふと味わえるようなきっかけとしての一つとしてコーヒーを僕はチョイスしたっていう話であって、なので僕は哲学も好きなので哲学がきっかけでもよくて、何か一つのきっかけを人はこう持つことができれば多分人生をもう一個だけ楽しくそして丁寧に生きれるんじゃないかっていう、そういう思いがありますっていう、なんかね言葉足らずだった部分かなと思ったのでちょっと補足させていただきました。ありがとうございます。はいはい、とても素敵な話を本当に聞かせていただきました。はい、ではですね、質問といいますか、大体以上になるんですけども、はい、はい、じゃあ、この動画をですね、ご覧になってくださってる方に向けて、まあ、メッセージというか、なんかちょっと、コメントみたいなところのが、はい、ありましたら、ぜひ一言お願いできればと思います。わかりました。まあ、なんか、ね、多分縁もゆかりもないし面識もない方に、ね、僕から何か伝えれることなんて多分何一つないなと思うんですが、でも僕が今ずっとお話しさせていただいた人生を丁寧に生きるっていうところの背景はやっぱりまあ、いろいろあって、でもちろんこれを僕は人に強要するつもりもないですし、どう生きようがやっぱ人の勝手だなっていう最終的にはそういうふうに思うんですが、でもやっぱ願うくばせっかく生きてる中で、なんていうか、こういうのがいいな、生きてて楽しいなっていう思える瞬間っていうものは、すごくこう、大事にしたいなと思っていますし、していただきたいなと、なんか、おこがましいですが思っていて、で、さらによく言えばそういう経験、そういう時間をシェアしたいなと思っていて、でこれは本当に最終的な目標ではあるんですけど、まあ、今シェアハウスとかシェアなんちゃらっていうのがある中で、僕はシェアライフっていうことをずっとこっそり影のテーマとして生きていて、人がいろんなこういい経験とか楽しいこととか素敵な時間の過ごし方とか、まあ、それぞれ大事なものをシーンみたいなものを持っている中で、それをこうちょっとだけ人とお裾分けするっていう、そういう人生の分け合い方、シェアライフっていうものが僕が目指す一つの社会像なので、なのでもし皆さんよければ僕と一緒にちょいっとだけ人生をシェアしていただけたらいいなと考えております。はい、ありがとうございます。メッセージは、メッセージ以上です。いやありがとうございます。はい、ね、いやでもなんかこう菊池さんのこの自然体な感じのですね、とても共感する方もいらっしゃると思いますので、いやいやいや、はい、適当な感じね、こんな格好で、いやいやいや、太陽もさまさまでね、今日の午後に髪の毛切ることになったんで、ちょっとこれには間に合わなかったいやいや、ありがとうございます。はい、ではですね、今日はこのインタビューはこれで終了させていただけたらなと思います。はいはい、じゃ菊池さん素敵なお話をいただきまして、素敵な時間はい、いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。